認知犬になるってこと？あ、いいじゃん。あ、これはいいっすね。おー、来ました。おー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 、めっちゃもらえるやん。私何してんだ。こんにちは。あ、久しぶりです。はい、どうもー。ムジーカーです。ということで、まあ、今日はちょっと緩めのイケボで行きたいと思います。いろいろね、まあ、今回イベントがまあ毎回あるんですけれども、このなんか結構ねちょいちょいもらい忘れてるものが溜まってるんで、まあその辺一気にもらっていこうかなと思ってます。まあ、完全乗り遅れてるんですけどね。この絶版限定金券アイテムをね、これフレンドさんがこれくれたんだよね、多分。これフレンド招待にね乗っかってくれたんだよね。だからこれ3つまでいただきました。ありがとうございます。僕のね、今荒野の光マントを取れる唯一の手段が倉庫ガチャをため散らかしてそれの動画を出すっていうことは、なかなかね、3つの絶版重機スキンから2位の1つを選べます。まあこれ2位系だからな、まあ、倉庫ガチャとは違うよね。だから引いちゃうか。3つのリュックスキンから OK 見事に持ってますけど、ありがとうございます。巨人絶なんだこれ、これは持ってます。これは何だろうな、これ被らせられん、あ、持ってるけど、被らせられんの、禁止系になるってこと。あ、いいじゃん。あ、これはいいっすね。で、あ、これもまだやってないんだよね。あ、そう、これだ、これ。これね、支援したキッズがもらってたけど、俺はもらってなかったってやつあるんですけど、金券返ってくるんでしょ ?8 万ぐらい課金したからさ、これちょっと全部もらってく。イエーイ。え、めっちゃもらえんじゃん、これ。なんだこれ。あ、600か。1280金券もらえるのかと思ってた。合計1280金券もらえる。あ、ほんとだ。まあ、2600円ぐらい、まあ、入ったってことですね。ほんじゃあ、これで、なんか引くか。あ、じゃあ、ちょっと、あれ引こうかな。これを、ちょっと引いてみたいと思います。もう、ただでね。まあ、ノーリスクでいただいたんで。これってさ、さっきと同じで、金地系になるってことだよね。いいじゃん、じゃあ。え、じゃあ、金地系にしたいから、じゃあ、この辺。かぶってるやつ選んで、で、これも、これ、オレンジじゃない？金か。ちょっと、チケット狙いでやっていきますね。あと、マントは、あ、これ、持ってないんだ。いや、マントはね、ちょ、荒野の光マント持ってっから、まあ、別にいらないっていうか、でも、これ欲しいな、これ、普通に。で、これは、金色の巨人衣装は普通に持ってないと。仲間ね、この辺はいいか。仲間ってほんと全然、ときめいかないんだよな。むしろ、なんか、ホーム画面出してると、霞むじゃん、セダンとかが。よし、これでいきましょう。オッケー。え、そういうこと？あ、獲得済みになっちゃうの？獲得済み選ぶと獲得済みになっちゃうの？あ、そういうことか。マジやられた。マジか。無事か。まあ、そういうことですよね。ちゃんと説明見なかった僕は。そっかー。そうだよな。獲得済みになるわな。やってもうたわ。もうこれ気づきましたからね。まあコメントでね、獲得済みの選んだら獲得済みになりますよって。俺がもう答え言ってんのに、また改めて書くね。クソがげるからね。まあいいや。この、持ってないやつはあるからね。マントとか。よし、じゃあとりあえず10連できるんで、行きましょう。よし、グッ。何、おっと、あった、あ、なんだこれ。ぐる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 とかないんだ。さあ、もちろん出なかったですが、ダイヤ引くか、ダイヤ。これか。あ、バイクあんじゃん。これちょっとどれ、持ってない？これ。ちょっとこの辺ね、3つどれか当たるまでやりましょうか。行きましょうって。ゆるーくね、ダイヤガチャでも最後引いて。おー、OKOKOK。お、高級ルームカード。高級ルームカードいいですね。このね、ダイヤガチャもね、ちょっとね、無限に引けると思って、なんかバクバク引いてると、いつの間にかね、がっつり減ってるんですよね。高級ルームカードそんな出る？久々に見たわ。なんかガチャで。うん。おー、来ました。あ、これいいじゃん。すぐ出たやん。ありがとうございます。いや、これめちゃくちゃサクッと出たな。今50連ぐらい出たよね。あ、そうだ。メールの方にも来てんじゃん。栄養ランキング来てるやん。あ、来てる。あ、この辺もらってけんや。よっしゃ、ありがとうございます。おー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 、めっちゃもらえるやん。何のイベントかわかんないですけど、サムネ用にね。あ、4周年記念。このね、宝箱はちょっと取っておいて。何これ？ 10 月28日の金券大歓迎イベント。あ、こういうのもあったのね。ちょっとじゃあ、いただき。いや、完全忘れてたわ。あ、じゃあこれもまたいただいて。いや、めちゃくちゃ大量やん。え、2回もらえんのこれ。ちょ、結構じゃん。合計3000。いや、6000円分ぐらいゲットしてた。宝箱も結構増えましたよ。で、これで引いていきましょうか。これ、今、翌日撮ってるんですけど、次の日思い出して、あ、そういえばなんかメールのところに入ってんじゃねえと思って今メール見たら、ね、いろいろ入ってたんで。どうしよう、どれ引く？うわー迷うなー。まあ、いいか、これで。いきます。頼む！頼む！確定来い！確定来い！はい。
さあ、おお、ワゴン来た。10連が終わった。840ってことは、なんか10連できる可能性あるんだよ。頼む。割引。うわー、ダメだ。10金券で。いけるか、これ。頼む。お、24%。うわー、ダメか。じゃ、これちょっと、微課金して10連いくか。0.2%。結構高いな。運営さん、金券、たくさん、ありがとうございました。おー、プリズムレゴス、そっしゃ。紙引きしていく。今ちょっとね、朝なんで。あ、シェアカードあるじゃん。これでもう一回引きます。紙引きしていく。ここで。おー、しょ。え、よくない？別に。別にありや。別にあり。ということで、ぼちぼち引きました。ありがとうございます。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん何してんの？こんにちは。あ、久しぶりです。ばあちゃん、声若くなったね。なんか若返った？そうですか。うん。いやさ、ずっとやってるやん。え19日に退院してきたとこなんだわ。あ、そうなの？え、じゃあずっと40日入院してて、40日ずっと小屋コードやってたの？あ、病院でいい。いや、それね、でたまにちょろちょろっとしてたら、いや、それ高校生が入院した時の動きだから。どこが悪かったの？あの、腰がね、悪くて腰手術したんですよ。あらららら、腰は大変だね。ばあちゃんさ、ちょっと今別の撮影してたから、はい、またちょっと今度ゆっくりやろう。はい、退院おめでとうございます。いや、ありがとうございます。またね、元気でね。はい、ありがとうございます。はいはい。なんか若返ってたな、ばあちゃん。なんか声が可愛いな、ばあちゃん。ドキドキしてきた。元気だね、本当に。入院しながらインしてたってさ、もうキッズやん。そのな、何の動画な、ちょ、な、いや、なんかさ、なんか取り忘れてたからさ、いろいろ。それでじゃあね、ちょ、まあ、改めてご案内なんですけれども、重大発表、今これ、緊急で動画撮ってます。まあ、未だにね、未だにとかね、概要欄でね、引き続きガチャ引きたいキッズをね、募集しておるのですが、今ね、150件ぐらい応募来てんのかな。前とか何万件も来てて、もう見るの大変だったんですけど、これぐらいだったら余裕で見れるんで。前もね、結構ちゃんと見てたよ。ただね、ま、よりね、今すごい少ない率だから、これ別に期限があるわけじゃないんでね、なんか随時だからさ、すごい選ばれやすいと思いますよ。あの、ちゃんとしっかり書いてくれればね、応募フォームに沿ってしっかり書けばいい文章が仕上がるように、ちゃんと採用されるように考えて作ってあるんで、自分であの質問に沿って答えてもらえれば、あの、僕に響くようにはなってると思うんで。あとはその自分の中でね、自分が面白くないとか、面白いエピソード持ってないとか決めつけないで、ちょっといろいろ探してみたりとか、人の話とかでもいいんで、面白い話とか、面白いやついたらそいつと一緒に出るとかね。あ、お父さんお母さんと一緒に出るとか熱いっすね。新しい風吹かせたいんで、なんかちょっと今まで僕の動画見て、あ、これないパターンだなとか思う形でちょっと応募してきてもらうと、あの、非常に僕も選びやすいです。ということでね、引き続き募集してますんで、まあ、Twitter から DM とかでもいいけどね。まあ、適当な文じゃなくてね、ムジガさん支援お願いしますって一言だけとか、めちゃくちゃ多いね。もうほとんど9割そうなんだけど、そんなに人って簡単じゃないからね。逆にさ、お小遣い1万円持ってたとして、くださいお願いしますって言われただけであげるわけないじゃん。それやっぱ動かさないと、人をね。大人だから私も透けるんですよ、そういうの見てきてて。本当に引きたいやつってめちゃくちゃもう長文でガッツリ書いてくるから、内容も本当にもう、あ、これはもう本当に引けないんだなって、しかも引きたいんだなって伝わってくる。そ、熱、俺熱を浴びせてくれ。で、面白い話を聞きたいと思って興味を持ってると、僕も熱が入るんですよね。動画撮って楽しいんですよ。え、何その話ってね、どんどん熱が曇ってすごい楽しい。長くなっちゃったからまた終わります。